久保さん。いやー、昔ですね、セミナーガンガンやってた時にね、懇親会もやってた時期があるんですけど、まあその懇親会の隣に座った人がね、あの、まさに久保さんが言ってた通り、その、知識はあると。あ、その人も知ってます。あ、知ってます。読んでます。見てます。あ、知ってる。それ大事ですよね。うん。 っていうか、何か一言言うと知ってます。すごいですよね、とか。<laughs> もうやったら知、やったら知識めちゃめちゃあるみたいな。だけど、現実はセミナーの有料のお金を払って僕のセミナーに参加してると。で僕は一言言ったわけですよ。えセミナーやればいいじゃないですかみたいな。で、そのことに関して、そ、その、そこに対しての解消はなかなかできなかったと思います。<laughs> 確か。 え、そんだけ知ってるんだったらセミナー自分がやればいいじゃないですかと。なんでやんないですかみたいな。だって知ってるんだからやればいいじゃないですかみたいな。<laughs> もう、ズキューンですよね。でね、久保さんこれオチがあるんですけど、最近その人、あのね、あれなんか見たことあんなみたいな。<laughs> また僕の商品買ってましたね。<laughs> ということは、多分ね、これ5年前ぐらいの話なんですけど、 多分進化してたら自分で商品売ってますよね僕の情報なんか見てないはずなんですよ僕も久保さんもそうだと思うんですけど今僕情報源って何かっていうとネットビジネス系なんかなんだろうな久保さんの動画ですもんメインは毎日 <laughs> やり取りするんで見ますからねまああとはそのネットビジネスじゃなくてネットビジネス情報ビジネスうん、まあ、全部みんな情報ビジネスの部分あるんだけど なんだろうな、そのぶっ飛んでる結果ですよね。だからその楽天の三木谷社長とか、ソフトバンクの孫さんとか、まあ、キングコング西野さんとか、堀江さんとか、なんかその、なんかちょっと上じゃないですか、すげえ。そういう人の話を聞いたりとか、あとお坊,お坊さんの話聞いたりとか、なんかその、取る場所は違いますね、今。 だから他のそのライバル的な人、例えばステップメールで自動で売り上げ作ってるとか、もう1ミリも見てないですね。他の人のメールマガ一切見てないし、うん、な感じです。だから結局その、結局変わらないってことですよ、みんな。うん、なんか、やることでしか僕は、僕はですよ。僕はそのや、今日やることでしか人生変えられないと思ってるので、 今日やったかやってないかなんですよね。だから今日売ったか買ったかっていう、それじゃないですか。ノウハウを今日買ったのか、それとも売ってる側なのか、今日 YouTube を発信してる側なのか、今日も YouTube を見てる側なのか、明日も YouTube を見てる側なのかっていう、明日は自分が YouTube を発信してる側なのか、ただそれだけですよね。違いって。うーん。だから今日変えられない人っていうのは、 明日も変え,変えられないだろうし、あのー、いつかやろういつかやろうはいつか死んでできなくなるってことですねいってらっしゃい。